マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。今回のテーマは、痩せるかき氷の簡単レシピについてお話ししていきます。あなたはダイエット中だから甘いものは我慢してるですとか、また毎日こんなに暑いのにね、アイスクリームぐらい食べたいとか思って我慢していませんか？その気持ちよくわかります。我慢は良くないですよね。結局我慢しすぎた結果、リバウンドと言いますかね、食べてしまったということになってしまいますから、我慢ってやっぱりね、良くないなって思うんですね。そこでこの動画をご覧いただきますと、ダイエット中でもね、もう安心してもう罪悪感ゼロで食べることができる美味しいかき氷のレシピがわかりますから、最後までご覧くださいね。ではこの動画の内容です。1つ目、なぜこのかき氷で痩せることができるのかというその理由と、2つ目、痩せるかき氷の簡単な美味しいレシピ、材料ですね、作り方をお伝えしてまいります。では1つ目の項目の、なぜこのかき氷を食べると痩せることができるのかっていうその理由なんですが、もうズバリ、使う材料が全て腸内環境が整って、結果根本的な痩せ体質に生まれ変わることができるからなんですね。でまず1つ目使うのは無調整の豆乳になります。で豆乳ってすごいんですよ。もうもちろんね、痩せ体質を作る腸内環境が整う力もありますし、太るもとですね、血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれて、結果脂肪の蓄積を抑えてくれます。でサポニンという成分もそういった力がある。そしてコレステロールがね、なんとゼロなんですよね。でまた食物繊維が豊富ですから、要するに、お腹の大掃除をしてくれるね、菌たちの餌となってごっそりとデトックスして、痩せることができるっていうこと。でその結果、便秘も解消できますし、代謝も上がってどんどん燃えやすい体になって痩せるなんですよね。でまた高タンパク質ですから、とってもダイエット向きなんです。なぜかというと、タンパク質がしっかり取れてさえいれば、食欲も抑えることができますし、痩せホルモンを作る材料もやっぱりね、タンパク質なんですよね。そして食欲を抑えてくれる効果と、大豆オリゴ糖が入っている。でプラスこのイソフラボンも豊富なので、これは特にね、女性の方におすすめのかき氷になるんですよね。例えば脂肪燃焼効果であったり、悪玉コレステロールを抑えてくれたり、代謝を上げてくれたりっていう、こういうね、イソフラボンを取ってあげることで、その女性ホルモンと似た働きを維持していきましょうねってことになります。はい、そして今回のかき氷は、私が大好きな抹茶味ですよね。緑茶の味をつけていきたかったので、選んだのは緑茶フレーバーです。これがね、例えばココアとかきな粉とかに変えると、そういった別のかき氷になると思うんですが、今回は緑茶です。で緑茶を選んだ理由は、脂肪燃焼効果があって代謝が上がります。ポリフェノールもたっぷり入っています。でまた太るもと、血糖値の急上昇も豆乳同様抑えてくれますから、もうダブル効果ですよね。そしてコーヒーと比べるとカフェインの量が少ないので、いいなと思って選んでいます。なぜかというと、このカフェインを取りすぎてしまうと腸がね、元気で動かなくなっていくんですよね。なので取りすぎてしまっては太りやすくなるので、気をつけていただきたい飲み物です。はい、では2つ目の項目です。痩せるかき氷の材料、そして作り方、そして私が実際作っている実演動画をご準備しています。で動画の最後に、さらにこのかき氷の痩せる食べ方ポイントについてお伝えして終わりたいと思います。まずは痩せるかき氷の作り方ですね、の材料です。1人分です。無調整の豆乳 200ml のこのちっちゃなパックを1つご準備ください。そして粉末の緑茶、抹茶でもいいです、大さじ1です。そして天然の無添加の蜂蜜が大さじ1、そしてきな粉が適量、あとからねまぶしていきますので、これはお好みでご準備くださいね。ではここから実際に作っている実演動画ご覧くださいね。どうぞ。
ではここからこのかき氷の痩せる食べ方についてポイントがあるので押さえていきましょうね。一つ目、大豆製品を摂ることなので、こちら材料が豆乳でしたよね。なのでこの豆乳を毎日摂る、大豆製品を摂るということが痩せるということにつながりますから、必ず毎日大豆製品を摂ってください。そして2つ目、1日1個までということでね、このかき氷もね、いくら腸内環境が整って痩せる材料できているとはいえですよ、食べ過ぎてしまってはお腹も冷やしますし、カロリーオーバーということになるので、適量は最高でも1日1個までにしましょうね。そして3つ目、温かい飲み物と一緒にいただくということで、かき氷です、まあ暑いですからね、冷たいもの食べたくなる、ついつい冷たい飲み物、冷たい食べ物が増えてしまうと腸が一気に冷えます。そうすると腸が働きが悪くなってしまって、結果ね、まあ、要は腸が、ね、疲れちゃうわけですよ。もうちょっとって、冷たいものばっかり入れてさ、もう少し休ませてって言ってね、動かなくなっていく。そうすると太ってしまうんですよね。ですから、まあ、どうしてもね、こんなに暑いわけですからね、食べたい、冷たいもの食べたいって思われたら食べていいです。その代わりその時にですね、すぐに温め直してくださいということで、なるべくですね、まあ、常温か温かい飲み物でさっと冷えたお腹を温めてリセットしていただきますと、さらに痩せ効果がアップしますから、工夫次第でいかよりもね、痩せる効果がアップしますよということでお伝えしました。さあ、いかがでしたか。ああ、このレシピなら簡単に作れるからできそうとかね、ああこの材料だったら罪悪感なくダイエット中でも食べれそうとね、思っていただけたのではないでしょうか。今回のお話は以上になります。このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。